特攻花というのをご存知でしょうかあ和名で、えー、天人菊というらしいんですけれども、まあ、正式名称はガイラルディアという層なんですけれども、大戦末期ですね、えー、鹿児島の機械島の方からですね、えーまあ、飛び立つ特攻隊の搭乗員に、えー、地元の女子高生たちがですね、えー、この天人菊の花をですね、 手渡したそうなんですけれども、まあ、花も一緒に散らせるのは忍びないと、まあ、滑走路に置いていったらしいんですけれども、まあ、これらの天人菊が種子を飛ばしてですね、この滑走路が天人菊だらけになったという、まあ、心温まるまあエピソードなんですけれども、まあ、それが、まあ、新顔は、まあ、とにかくですね、えーまあ、特攻花、 と,効果というのがあるのは、まあ、事実なので、まあ、この種をですねちょっと入手しまして一度咲かせてみたいなということで今日はその、まあ、種を植えてみたんですけれども長崎のトレット出身のうちの嫁ちゃまもこの天人菊は知っていまして、まあ、よく咲いてるよと。 いうことなんですけれども、手のひらサイズ、15センチぐらいの花を咲かせるらしいんですけども、も高さが60センチ、70センチということで、まあ随分高い、まあ花なんですけれども、まあまたですね、このチャンネルの中で、その成長、まあ芽吹くかどうかもまだわかんないんですよ。入手したところによると、ひょっとしたら違う種類の種なのかもわかんないということなんで、 まあ一応成長過程をですね、まあ、このチャンネルで、えー、お送りできたらなと、まあ、思ってるんですけれども、スターウォーズ、うーん今回はあのデススタートですね、A ウィングをまあご紹介しようかなと思ってるんですけれども、まあ今回のですね、このデススタート A ウィングをまあ持ちまして、 え、まあ、第一章ですね。当チャンネル、スター・ウォーズシリーズの第一章としては、えー、これをラストとしてですね。また、あの、機械を見てですね。えー、今度は、あの、フィギュア系のですね、まあ、C3PO や R2D2、ー、半ソロもありましたっけ。えー、まあ、あその辺を行きたいな。まあ、ダース・ベイダーもまだ作ってませんし、えー、あるんですけど、まあ、とりあえず一旦ここで、えー、まあ、 とりあえず第一章は終了ということにしたいなと思っているんですけれども、このダースベイダーなんですが、完成写真を一応見たことがあるんですけれども、あの未完成部分のですね、デススターの,あの未完成部分のあの辺なんどういう造形になっているのかなと、まあ、しかもこの小さいサイズで作れるのかなっていう、 いうのま、も、思ってたんですけれども、まあ、見て、見ますとね、ああ、なるほど、こういう風にしているのか、という感じですね。えー、まあ、で、実際、そぐみをしてみますと、ピンポン玉より大きくて、えー、軟式野球より、軟式、軟球ですね、えー、より、え、小さいかな、という感じでですね、まあ、表面は、 白系なので、とりあえず、フラットブラックを全体的に、今エアブラシを塗りまして、まあ、その後、シルバー、ドライブラシ、きつめ。まあ、4層ぐらい入れましたかね。えー、で、その上から、あーまあ、明杯白色と白をドライブラシしてます。で、この A ウィングの方はですね、素組み後、まあ、シルバー同じように拭きまして、えー、その上から白。 お二層ぐらい、えー、塗ってますね。ええー。まあ、うちの猫も心配して見に来たんでしょうか。その後、墨入れ、えー、してます。で、当初、これ二台ついてたんで、二期セットでそのまま作ってたんですが、まあ、実はあのー、一機をですね、あのー、まあ、潰してしまいまして、えー、とりあえず一機のみ完成することに、 になってしまいました。あまあ、また、いずれ、えー、もう一機買ってですね、えー、まあ、青バージョンも作りたいななんて思ってるんで、またその時は、えー、ご報告します。で、えー、デススターなんですけれども、明配白色を強めに入れた後、もう炭入れも一切してません。えー、っと、一層目のあの、フラットブラックが効いてるので、で、ところどころ、部分部分ですね、えー、クリアの トップコートを吹いてます。まあこのデススターは、まあ、僕が作ったスターウォーズの中でもまあ唯一デカールもなかったので、まあ楽といえばまあ楽でした。あーまあそういうわけでですね、まあ、写真もですね、まあ、月をイメージにして作ってます。それではあのまた第2章、いつになるかわかりませんけど、おご期待ください。